こんにちは、私たちマジカルパンチラインです。沖口ゆなです。吉澤遥香です。増田珠希です。山本花です。ということで、はい、本日は1名この場にいないんですけど、ここに本来はいる宇佐美空ちゃんがちょっとね、まだ学校に行っていて、はい、ここに来れてないんですけれども、うん、そんな空ちゃんにドッキリを仕掛けたいと思います。初ドッキリ、初ドッキリ、初ドッキリ。ちょこちょこさ、うちらで勝手にドッキリする。え、そう、なんかちっちゃいドッキリみたいな、細かいやつずっとやるよとかね。やらない、今日やらないと言ってみたいな。やるよ。でもそういうぬるいのじゃなくて、今日のドッキリはですね、うん、吉澤遥香が舐めた遅刻をしてきて、それに対してメンバーが切れてる中に、そらちゃんは入らされるというドッキリを。嫌だった。ちょっと嫌な空気になってるドッキリ。で、はるかにはちょっと今から外に出てもらって、そらちゃんが来るまで、うん、で、そらちゃんが到着しました。で、はるかまだ来てないんだけど、で、4人でなります。で、その後にヘラヘラしてごめんごめんっていう感じではるかが入ってくる。でも涙対応をずっとしてもらって。なるほどね。え、いける？女優、女優、吉澤遥香、女優だよ、女優。この2人が、ね、あのはるかに対して何か言うっていうことが普段あんまりないので、基本ベース沖口ゆながはるかに対して切れ始めるっていうところから。怖いゆなちゃん。私もさ、いつものゆなちゃん。友達がね、7時からバイトだったからご飯食べてたりしてる。え、ご飯食べてた。
食べてたの。え、そう。ご飯食べてた。え、はるくん5時入りじゃない？え、はるか？え、なんか多分5時だけど、でもさあちゃんが6時だったから。え、さあ学校だの？え、はるか、なんか別になんか時間決まってるわけじゃないからいいかな。だってもう3人で1本撮ってたから、ゆうなとたまきとはな4時に来て撮って、で、はるかが来て2本目撮ろうって言ってたんだけど、うん、いなかったから結局それ撮れてなって思って、あ、なんかみんな待ってたんだけど、うん、無事によかった。とりあえず、あ、じゃあ、髪とか大丈夫だったら、え、大丈夫かな。いや、結構時間も、時間だし、うん、ね、遅くなっちゃう。じゃあ、とりあえず NG1 だけにだけ、やってみます。じゃあ、おうかな。と、謝ってもでもじゃん。え、でも、みんな心配してたから。え、でも普通にさ、学校行って、ただけだから。え、でもご飯食べる。学校で遅れるのは別にね、空だって6時だったし、別にはるかも5時入りって、だって学校が終わって5時に到着する時間だったから5時入りに設定されてたでしょ、うん、4人が4時の5時6時って、だからその5時に合わせないと、うん、何もない何もない、いや、ね、結構だからさ、結構時間、うん、1時間ぐらいうちら無駄にして、まあ、TikTok とかね撮ってたからいいけど、うん、え、でも別になんかさ配信とかだったらさ、例えば5時スタートみたいなだったらいいかなと思ったけど、別になんかソラちゃんもどうせ遅れてくるから、別にソラちゃんが来るくらいに来ればいいかな。いや、でもソラは、いや、ソラはだって学校だから別に仕方ないよ、それは大丈夫だよ。ソラは学校だったでしょ、ね、なんかし心配するから、そう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 、え、そうだから、え、そうだよ、だから、え、連絡しようと思ったんだけど、でも別に今日、さらちゃんが、後から来るって分かったから、別にはるかも、その時間に間に合えばいいかなと。いやいや、だから、その入り時間は人によって違うから、うん、で、はるかが来るっていう予定で予定組んでもらって、で、みんなこうやって準備してくれて、撮ろうって言ってたから、それは、なんか仕事としてどうなの？でもなんか内容もさ、なんかよくいまいち分かんなかったから把握してた。いや、送ってもらってたじゃん、だって。でもなんかそれが別に9本撮るよって今日。でも全員必要なんか必要じゃないと思ったの別に。でなんかソラちゃんが来てから撮るところはこの次だって。だからソラちゃんが来てからコール動画撮る予定だったけど、もう1本ゲーム動画になっちゃってるから今が、うん、それはなんか別に配信とかその YouTube 撮影とか関係なく仕事としてちゃんとしないと、なんか舐めてるのってなっちゃう、うん、みんな4時ちゃんと4時に来て、そらも学校終わってそのまま来てやってんだから。でもはるかも学校行って、でもこの時間が食べてたんでしょ。この時間が遅いから食べてかないとやっていけないから食べた。おにぎりとか買ってくればいいじゃん、別に。いつも、そうしてるよね、リハの時とか、うん。リハとか遅れないじゃん、別に。しかも遅れると、別に遅れるのが絶対悪いってことじゃなくて、連絡もなかったっていうのがまずやばい。うん、それは確かに悪かったけど、でも、だから、はるか的には、別に、そうなんか、例えばね、もう4人揃ってる状態で遅れてんだったら、確かにやばいなと思うけど、さらちゃんが、別にあれだったじゃん、なんか遅れてくるのがもう分かってたから、うん、それソラちゃんが揃ってから始めるもんだと思ったから、で別にだってみんなとなんかもう入り口が違かったじゃんから別にいいかなと思った。はるかが来る時間に合わせてやってるから、まあでもちょっと時間もあれだし、ちょっと一回あ、確かに、え、今日ゆめちゃんご機嫌が何だでもさ、え、でもさ、なんかさ、学校普通にさ、うん、学校終わったらお腹すくじゃん、なんか食べるくない？でもなんか、ゆうなさんも結構心配してて、なんか連絡が、でもなんか私もちょっと現場行っちゃってたから連絡できなかったんですけど、多分あれかも、心
配だったから余計、うん、あれだったのかな。もう普通にだって普通にさ、え、でもいつも食べるじゃん学校終わり。さあちゃんも食べるよね。さあちゃんとよく一緒に食べたりとかしてるけどさ、うん、え、でもさ、それはでもさ分かっててほしいじゃん普通にさ。確かにゆうなちゃんはさ学校卒業してから活動を始めてるからさ、うん、その学校終わりのお腹すく具合が分かんないかもしれないけどさ、でも別になんか時間、例えばさライブだったら分かるよ、ライブだったら遅れたらまずいなって思うけどさ、別に撮影じゃん、だからこれがさ何時に撮ってもさ、うん、載せる、今載せるわけじゃないじゃん。だから別にそらちゃんのいる時間くらいに行けばいいかなって思ったの。かわいそう、かわいそうだよ。できない、嘘、そんなそこまで切れてないですよね。なんかもう泣いちゃった、もう泣いちゃったから。でも悪いことじゃん、言ってない、ちょっと注意ぐらいだって。そんなに この後切れようと思ってたのに、なんかもう泣いちゃった。でもとりあえずなんかもう一回っていうことなんで、ちょっと戻ってラスト。でもそらちゃんもやっぱご飯食べるって。どういうこと、何が何の話。別にこの学校と仕事の合間に別に食べに行くのは普通だ。いやいや、だから別にご飯を食べるなって言ってんじゃなくて、その食べ方じゃないなんか。でもさ、ここに持ってきたとこでさ絶対言うじゃん。食べなんか、いやいやいや言わないよ別に。いやまず今、え、何で怒られてるか分かってる今、うん、遅れてきたから。じゃだから遅れてきた、かつ連絡もなかったからって言ってる。しかもなんか空に6時ぐらいに連絡送ってるって言ってたからさっき。ふざけ。てかまずそのなんていうの、仕事の連絡もまず最初にしないっていう。ちょっと LINE400 件くらい溜まってるからちょっと気づかなかった。じゃあ別にその溜まってる溜まってない関係なく、その仕事として連絡、まずほうれん草は、ほうれん草しないとダメじゃん、連絡、うん、別にさ、そのなんていうの、なんかこのガチガチのさ、別に会社員とかじゃないからとは言いつつも、なんかその一応さ大人の方とさ仕事してる上でやらないといけないことは、子供でしろ未成年にしろ、もう20歳だけど未成年にしろ、そこは別に、ね、関係ないというか。え、今までそんなことなかったの？何なの？え、でもなんか YouTube 撮影ってさしたことないじゃん、こうやってちゃんとさ。いや、ないけど。だから分かんないもん普通に。いや、分かんないじゃなくて、あの入り時間にまず来る、連絡をするっていうのは当たり前のことじゃない。でも連絡はしようとは思ってよ。けどあのソラちゃんもまだ知らないから。ソラだって連絡するでしょ。でもしたでしょ、今日もいつに着きますってちゃんと。そういうのはもう聞いてたから、うん、さんにも聞いてたし、うん、そのマネージャーさんにちゃんと何時に駅に着きます、で学校来てますっていう連絡をもらってるの、空は知ってたけど、はるかは連絡つかないって言われてたから、みんな心配もしてたし。え、そしたら電話してくれればよ、気づいた。いやいや、電話してくれたらとかじゃなくて、まず自分からしろっつってんの。いや、分かった、これからは気をつけるから。おお。いや、なんかまず今の態度が反省してるように思えないし、まずなんか謝ろうっていう、なんていうの、あれもないし。え、だったらはるかはゆうなちゃんに体験してほしい、この生活を、学生の生活を。いや、知らんよそれ。だから普通にこの合間の時間にあのご飯を食べるしかないし、今日も別にその、いや、その確かに学生は別に生活してないけど、だって別に実家で暮らしてる人たちもいるわけじゃないか。じゃあ一人暮らししてやってみろよってさ言ってんのと一緒だよ。なんか別にそのそれぞれの生活がある中でこの仕事をするって決めてやってるんだったらちゃんとやろうよって。なんかもう無理かも、もう。なんかやっぱみんな心配してたから、でなんかその迷惑とかもかけてるから、なんか謝った方がいいと、一言なんか今まず連絡なんかしないのがやばいって。でもオイラインとかしてくれればもっと気づいてた。
いや、なんかその相手に責任を押し付けるの違うくない、うん、でもはるかはえ、そらだってできてるんだよ、年下のちゃんとやってるんだよ普段。なんでそれはるかができないの。え、だって言うなと次に先輩でしょこの3人に。いや仲いいとか関係ないよグループが。でしょ、うん、もうなんかいいわ。あれこうって違う、こう違います、こうがこうが普通に間違えた、はい、こっから行きましょう、ちょっとやばいんで。お腹すくし、やっぱり学校終わってから来るとか、お腹すくしご飯食べてたっていう理由も分かるんだけど、でもだったらそのご飯食べるから少し遅れますとか連絡した方が。マジありえないからなんか連絡がどうたらみたいな、連絡したの
絡来たわ。で返事、返事した方がいいって言ったらなんか無視とか言って、無視で。大ちゃん、大ちゃん、どうだった？初めてだね、ドッキリなんて、うん、やられたの。どう？ドッキリ？ドッキリ？大成功。もう力尽きそう。ごめんね、もう泣かせないから。もういいよ。もうこれから。そらちゃんもう絶対遅刻しないようになるよ。怖い。こう怯えながら現場に。今日お腹すかしながら来たのに食べてきたのかと思って、ちょっと腹立ったんだそこで。なのに、なんか食べるしょうがないなんか運で言っちゃったよ。だってそれじゃさ、すごい運ってこと。そんなんで狙い撃ちで言われるんだよね。そんなに見ないで、そらちゃんもずっと下見て、私は関係ありませんはい、ということで、うちらがね、うん、あのシミュレーションしたよりもだいぶ序盤にそらちゃんはそう、びっくりしてしまったんですけれども、まあ、そらちゃん初のドッキリということで、はい、うん、なんか嬉しいかも。あ、嘘、ドッキリ勝ちかって、うん、ドッキリ大号泣、目真っ赤だけどここまでさ、ガチなドッキリもやったことなかったからなんかはるかすごい怒られたけどそうしたけど、なんか気分上がんないんだけど、ちょっとはい、反省、反省モードに入ってたなぜかはるかも反省モードに入って、それちゃんの時に引っかかりということで、はい、最初にしてはなかなか上出来な最初最初最初、いや、マルシャン初めてでしょ、だって。ああ、じゃあ確かに確かに、でこれからあるみたいな言い方、最初みたいな初めてのドッキリにしてはなかなかいい仕上がりだったんじゃないでしょうか、うん、ということで、じゃあそらちゃん最後に遅刻は絶対しない。ほうれん草、皆さんもほうれん草、ほうれん草は大切に。バイバーイ。バイバーイ。ね、やってたよね。この動画がいいと思った人は高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。